じゃあベトナムを見ても、うん、でもそこまでこう自分の中でこうすごい、うん、ああだからそのどうでしょうが好きよりどうでしょうのようなことを自分がやりたいの方が先に来ましたね。うん、この番組の中でやってるような旅をやりたいってことですか。ね、だからまあ割と僕海外旅行好きもあって、うん、まあ、うん、このラジオ行くんですけど、ひよりさんと一緒にアメリカ行った時にもカメラを回そうって言って、うん、3日ぐらいで飽きてやめるとか、うん、そういうのちょこちょこやったりはしてるんですけど、はいはいはい、面白くないですよね自分たちで撮ると。ああそうだね、びっくりすること面白くないですよね自分が撮って自分が喋ってる時はちょっと面白い気になってるんですよ、うんなってるね、雑談してる時って楽しいじゃないですか、うん、ドライブしながら、うん、であ楽しい思い出だと思って、うん、音声聞いてみたら、うん、どこも面白くないですよ、うん、笑うポイント一個もねえと思って、うん、ひでえなこれって言ってだそこであちゃんとプロの技術っていうのあるんだなっていうのでやっともうなんかなるほどなるほどなるほど彼にも人生があるじゃないか、はいはい、彼に当時人生なかったわけだから別にいいでしょそこからもう完全に僕の飽きたからして大変に焦がして自分はボートで豆食ってもらってお湯さんもう一回食ってくださいって言ってないでしょ